サー・エドワード・ネビル・サイフレットは第一次世界大戦と第二次世界大戦に従軍したイギリス海軍の軍人。サイフレットはエドワード・リッチ・サイフレットの息子として1889年6月20日に南アフリカのケープタウンで生まれた。1913年にヒルデガード・ワーナーと結婚し数おかず目を設けた。彼は南アフリカのダイオセ大学で教育を受け、 ついでダートマスの海軍兵学校に入校し、主席生徒となった。なおサイフレットは一度、イギリス海軍のチームでクリケットをプレイしたことあったが、ダックと30得点が彼の2インニングでの成績であった。サイフレットは1904年にイギリス海軍に入隊し、早期から法術家を選考した。彼は、K12 洋艦オーロラ、戦闘、キュラソーに法術士官として乗り組み、 1927年には地中海艦隊の砲術参謀となった。この後、軽巡仮読、戦艦ラミリーズ艦長を務めた。1939年9月の第二次世界大戦の開戦時は戦艦ロドニーの艦長を務めていた。11月に海軍書機関に任命される。1942年1月に H 部隊の司令長官に任じられ、5月には マダガスカル進攻作戦であるアイアンクラット作戦を成功させ、軍港報告書に名前が記載された。8月には危機的な状況にあったマルタ島への輸送船団護衛作戦であるペデスタル作戦に際して海軍部隊の指揮を取った。彼はこの作戦における功績で KCB を受訓し、ナイトに助せられた。1943年6月からは、 海軍参謀副長剣道道ドコミッショナーオブザ・アドマールキとなり、終戦後の1945年11月には、本国艦隊司令長官となった。サイフレットは1972年12月10日に、ロンドン郊外のハイゲートで死去した。ありがとうございます。